皆さんこんにちは、レノホ山口の田中パウロ純一です。プレー動画解説、第4回目になりますか。はい、やっていきたいと思います。いつもコメント欄とかに、コメントしていただいてありがとうございます。まあ、この時期大変だと思いますが、今回、また解説して皆さんを楽しませていけたらなと思ってます。そして今日やるのは、田中パウロ純一のドリブル解説集なんで、俺ありがとうみんな。でもね、ドリブルね、僕ドリブルのイメージないらしくて、ずっとこうやっていつもね、この例のファイマグチの YouTube とかでペチャクチャ喋ってるだけの印象っていう人も多いと思うんで、僕のドリブル解説していきたいと思います。ではスタート。はい、ではやっていきたいと思います。あー、すごい受けましたね。これ一番最初開幕戦かな、キュン、これが得意なんかな言うとおりますけど、あー、そこ飛び込んでほしいな、ケータかな、飛び込んでほしかったな。はい、次、はい、ルエ君のスルーパスから、はい、あー、することないな思わせといてね、グン、グンやりましたね。これ、あ、ケータ君決めておいてほしかったな。あー、とりあえずね、これいけなかったな言うて後ろ下げました。いけなかったな思いといてさ、後ろ下げたんやけどね。これ右に行くと見せず、グン、もう僕は軍のタイプですね。軍のドリブラーですね。軍ドリブラーですね。はい。はい。これで、ね、あ、これキープするかな。あ、これ相手、ゆうとくんや。ゆうとくんとやり合ってます。やり合ってました、この試合。はい。次。琉球ですね。軍がちょっと浅かったな。軍が浅かったから、もう一回仕掛けることになった。で、ここで、ここね、まっすぐに。ピンポイントクロス。ピンポイントクロス。ね。はい、次これ得しませんね。グン、また出ましたね。グン、多分ね、相手ね、ほんまに僕の左足ほんまに怖いんだと思います。はい、これ左に行くと思ったから、相手左切ってきたよね。そこを右に抜きました。はい、それでこれ、ああ行っちゃったなと思ったら、大好き、すっごいヘディングしたね。すっごいヘディングでカバーしてくれました。はい、次タカ、タカには目かけたね。全然パス出さなかったもん、タカには。うん、クンクンクンで出すと水かけて、クン、これもマスズ君にドンピシャクロス、ドンピシャピンポイントクロス。そしてカズマ、あー、カズマ惜しかったな。うん、そしてここもローリングからのチョン、もう一回キュン、グンしましたね。グングンから、こっからグンからの歩むドン、カズマドン、そしてあ、誰が蹴るのか思ったらミユキドン。ミユキらしくない、どうしたそのキック。はい、次行きましょうね。え、じゃあ次はおと田中パウロ純一君、どけた、打った、うわ、ちょっとナイスキーパー。な、左に行くと思ってるからね、右が空くことが多いんでね、右足で決めることが大事よね、左利きのドリブラーっていうのはね。うん、で、ここはね、はい、一回これね、はい、すごい、行きましたね。あー、惜しいな、後ろ向いた、グロンってしたね、今ね、悔しかったんだろうな。はい、これは、町田戦ですね。途中から出てきて、よいしょー、ケータ、ナイスケータ、やっとケータ決めた、ナイスケータ、すごい喜んでる。すごい喜んで、大好きが上から重そう、重そうだな。はい、言っております。ここみゆきにチョン当てて、みゆきにチョン当てて、これが効くことね、これがね効きました。グン、はい、ここでグンで入れましたね。あー、惜しいね、右足惜しいね。もうちょっと右足頑張ってほしいね。はい、でこれまたね、これで、いや、決めるか思ったら決めこの、なんでこのシーン入れたん、なんでこのカットインのシーン入れたん。はい、どうでしたか皆さん、うまかったでしょ。うまかったけどね、そっからね、得点奪えてた？奪えてなかったよね。どっちかっていうとアシストにね、アシストしたいなっていう気持ちあったんやけどね。うん。まあ、そう言ってる割にはね、まあ、ドリブルうまかったんじゃないかな。全然ダメだよ。まだもうちょっと頑張った方がいいよ。ありがとう、みんなの気持ちをしっかり受け止めます。ということで、次、やってほしい解説があれば、コメント欄にコメントしてほしいと思います。まあ、例えば僕のね、パウロのドリブルとか、そういうパターンもあるからね。りょうえいくんのシュートはやりましたけど、りょうえいくんのスルーパスとか、そういうのもあります。カズマのドリブルとかもあると思います。だからみんなコメントでそういうのも詳しく、コメントしていただけたらありがたいです。では、次の、レノホ山口 YouTube で会いましょう。皆さん大変ですが、この時期しっかり乗り越えて、しっかり、準備しといてください。試合に向けてね、皆さんも、僕たちも準備してるんで、皆さんも準備しておいてください。では、せーの、せーのって何やねん。終わりです。ありがとうございました。